私の名前は助川ワギネル正彦ですけど、もともとブラジルで生まれて、で日本へ来て板金と車の塗装を始まりましたんで、まあ、ずっとそれ22年もう日本でやってます。というか、まあ、ドリフトの車を作る、まあ、ドリフトをやりかけて、で、まあ、そんなに最初からできている車じゃなしに、まあ、自分で作った車をずっと乗りたいのは好きんで、まあ、そういうドリフトの車、まあ、改造の車を作りかけたんですね。日本の文化、改造の文化は、まあ、すごいオールジャングルが、まあ、みんな、まあ、アメ車とか、まあ、ローライダーとか、まあ、ドリー車とか、もうみんなかっこよく自分の好きスタイルに作る。だからもう日本は本当、まあ、平和っていうか、まあ、まあ、パラダイスね。すごい楽しいところですね。